製作所です。神奈川県相模原市というところでギターアンプの修理と販売をしております。 YouTube 動画では主に販売のアイテムのご紹介やこのようなトーク、そしてですね、修理の模様などをお見せしております。もしよろしければチャンネル登録と動画の高評価お願いします。はい、今日ちょっとね、ご質問あったりとかしたので思い立ってちょっと、動画にさせていただきました。いつもちょっとね困っちゃう質問ってあるんですよ。そんななんか難しいことでないようで実は難しいってお話なんですね。それは何かと言いますと、ですね、まずこのアンプは自宅で使えますかっていう質問です。先日公開しましたねメソブギーのスタジオ22の紹介動画のご質問であったんですけれども、この自宅で使えるってすごくデリケートなんですよ。どういうことかというと、やっぱ皆さんのお家の音の出せる環境、その音量っていうのがその個人個人で異なります。まず一番その問題になるっていうのが、一つはご近所さんだと思うんですね。でそのご近所さんへの音漏れっていうところで、木造の賃貸アパートなのか、鉄筋のマンションなのか、それとも木造の一戸建てなのか、木造の一戸建てでも周りの住宅が密集している一戸建てなのか、はたまた田舎の一軒家なのかで全然変わってきちゃうじゃないですか。でそれはご近所様の問題、あと、その方が独身なのか家族持ちなのかってところでも違います。一番こうクレームを言ってくるのは実はご家族っていうことも多いので、まあ、ご家族がいて自分で弾ける部屋を確保していても、お父さんうるさいよとかって言われちゃうことってよくあると思うんですよね。まあそういった背景もあるので、一概にこれのアンプは自宅で大丈夫ですっていうのは、そうですよね、ブラックスターのフライ3とか、ヤマハの THR とか、もうボックスのパスファインダーとか、ちっちゃいものじゃない限りちょっとなかなか、回答に窮するなっていうところはあります。で、そういった観点でやっぱよくね、一頃すごく買い取ることが多かったアンプってあって、それは何かというとフェンダーのブルースジュニアでした。でやっぱりフェンダーのブルースジュニア、ちょっとうちだと音が大きくてねみたいな感じで手放される方が一頃すごく多くて、まあそれで買い取ったりとかすることもありました。だから僕ね、ブルースジュニアとかは認識としては現場で使えるミニマムのアンプっていう感じなんですね。ドラムに負けない音量、バンドアンサンブルで埋もれない音抜けを有する現場で使えるミニマムのアンプっていう認識で、まあご自宅でも使える環境ならば使えるかもしれませんねっていう言い方ではいつも知っております。はい、そんなわけでね、もう一つ逆にこういう話があるんです。このアンプバンドで使えますか問題、これもすごく問題あって、ただその質問された方のバンドの編成がわからない限り何とも言えないんですよね。こう非常にこうドラマーの方の、そうですね、音量もあるし、他の楽器編成、まあ、例えばギターとベースとドラムのトリオですって言ったら、まだこう音量の調整はできるかもしれない。ドラムに負けない音量が出るんだったら、はい、それはバンドで使えますって言えるかもしれないです。ここに例えばもう一人ギタリストがいます。でもう一人のギタリストがこれでスタジオのジャズコーラスでバーンとか音量上げちゃったら、その音量にもう抜け感とかも音量も含めて負けちゃうアンプっていっぱいあると思うんですよ。はい、というところもあるし、管楽器がいるバンド、まあ、ソウル系とかね、いろいろあると思うんですけど、管楽器がいるバンド、これもしかりですよね。であともう一つあるとしたら、あんまり最近ないですけどね、キーボードがいるバンド、まあ、こういったところがね、バンドの編成が読めないと、ちょっと一概にこうバンドで使えますって、こうちょっとこれなかなか無責任なことになっちゃうんで言えないと思います。まあ、例えば一つの例なんですけれども、ブルースジュニア、うちでよくモディファイしてる、またブルースジュニアの話になっちゃうんですけどね、ブルースジュニアうちでモディファイしてるものはありますけれども、これ一つの例として、まだコロナ入る前の時に、このお店がある商店街のイベントで野外で、まあほとんどもうボーカルマイクだけの PA で、管楽器が2人、鍵盤が1人っている編成のバンドで、ギタリストの方にブルースジュニア使ってもらいました。でも全然通る音量出ましたっていうところで、まあ、これも一つ のラインではあるっていうところなんですよね。ただやっぱり何でしょうね、もう1人がもうギタリストがマーシャル使ってます、あと JC も120使ってますとかになったら、ひょっとしたらちょっと音量の面とか抜け感の面でバランスが取れなくなっちゃうリスクはあるかななんて思ったりもします。まあ、このようにですね、自宅で使えますか、
バンドで使えますかと、この2つの問題、いろんなリスクというかですね、いろんな条件が絡んでくるんですよね。例えばこの条件に関して、自宅で弾けますか、家は木造の一戸建て、周りの家は結構たくさん建ってて密集してますとか、あと、鉄筋のマンションですとか、いろいろね、環境が違うのがあるので、その自宅っていうのがどういう環境か。で、バンドのことをお聞きになるんでしたら、バンドの編成なんかを教えてくれると、はい、使えますってある程度のこうお答えができるかなと思いますので、その辺もね、含めてご質問をいただけると大変嬉しいです。はい、長々と話しましたけれども、今日の動画はこれまでとします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。